ビリアビシオーサの戦いは、スペイン継承戦争中の1710年12月10日、スペイン王フェリペ五世とバンドオムコを率いる、フランススペイン連合軍と、オーストリア出身のグイード・フォン・シュターレンベルク率いる、ハプスブルク家を首とする同盟軍の間の戦闘。戦闘は、フランススペイン連合軍が、ジェームズ・スタンホープ率いるイギリス軍に勝利した、ブリーンウェガの戦いの翌日に行われた。 フェリペ5世も、オーストリアのカール大公も勝利を宣言したが、死傷者数、同盟軍が放棄した大砲などの武器の数、戦闘の戦略的影響から見て、フェリペ5世の勝利は明らかだった。戦闘の体制は、バルデカニアース公爵とアギラール伯爵率いる、スペイン軍の隆起兵によって決した。オーストリア軍は、スペイン騎兵の追撃を受けつつ撤退、一月六日に、まだ、 カール大公をスペイン王として承認していたバルセロナに着く頃には同盟軍は6000から7000人まで減っていた。7月27日のアルメナラの戦いと8月20日のサラゴサの戦いで勝利した後、カール大公を支持する同盟軍は再びマドリードを占領。カールは9月21日にマドリードに入場した。しかし、1710年の侵攻は1706年の 信仰と同じ経過をたどった。同盟軍の人数は2万3000で、アルメナラとサラゴサの両戦闘、及びスペインブルボン家を支持する民兵との小競り合いで、厳似た。その結果、同盟軍は占領の維持に失敗した。同盟軍は、マドリードに陣地を置いていたが、やがて情勢が危険になったことで11月9日に、マドリードからカタルーニャへの撤退を始めた。 バルデカニャース公爵率いるスペイン騎兵は同盟軍を追跡した。カール大公は本軍を置いて、この絵の騎兵2戦と共にバルセロナへ急いだ。残りの軍勢は2体に分け、グイード・フォン・シュターレンベルク将軍は前方の本軍12000を率いて前進、1日間の行軍距離を置いて、スタンホープ教を率いるイギリス軍5000人が続いた。 イギリス軍は1710年12月9日のウリンウェガの戦いで奇襲されて敗れ、降伏したスタンホープを含め捕虜になった。シュターレンベルク将軍の下に、イギリス軍が攻撃を受けている知らせが届くと、彼はスタンホープの降伏を知らずに軍を引き返して、救援に向かった。翌朝、フランス・スペイン連合軍は、ビリャビシオザの平原で待ち構えていた。 シュターレンベルクの軍勢1万4000と比べ、バンドウムコの軍勢は2万人であった。バンドウムコは、当時の夫人の常である二列の陣を敷いた。オーストリア軍の指揮官、グイードフォン・シュターレンベルクの肖像が、ヤンク・ペツキー作。戦闘は、午後から、真夜中まで続いた。両軍とも大砲が23門あり、3つの砲列に、配備された。両軍の砲撃は同時に開始。 両軍とも損害を被った。バルデカニャース公爵率いるスペイン軍右翼の騎兵は、フォン・フランケンベルク将軍率いる同盟軍左翼のドイツ不評とポルトガルとスペイン騎兵に対し攻撃を開始した。ドイツ不評とポルトガル騎兵は降伏する前に、スペイン軍の騎兵突撃を食い止めようとしたが失敗、同盟軍左翼は回想した。左翼の救援に派遣されたイギリスと、 オランダ軍もスペイン軍に敗れ、スペイン軍は大砲を露革した。同盟軍左翼が敗れると、カール大公の不評は前進して、フランススペイン連合軍中央部の不評を押し返した。トイ公爵は中央部の敗北と軍の分断を防ごうとしたが、彼の軍勢の大半はポルトガル軍の捕虜にされた。アギラール伯爵はスペイン軍中央部を顧みず、 シュターレンベルク将軍率いる同盟軍裁量の敵岩兵と騎兵である同盟軍右翼への攻撃に自らの騎兵を投入した。同盟軍はこの突撃を食い止めることができなかった。同盟軍中央部はスペイン出身のビリアロエル将軍率いる中央部からの増援で救われた。シュターレンベルクは軍を再集結させアギラール伯の騎兵を撃退するとスペイン軍裁翼に 騎兵突撃を仕掛け、大砲を露くした。その後、シュターレンベルクは中央部に向けて軍を前進させた。スペイン軍の中央部と左翼が撤退を始める一方、右翼の騎兵は同盟軍左翼を追撃した。続いて、アギラール博は竜騎兵で同盟軍右翼を攻撃、ドイツとポルトガル不評は一度目の突撃を防いだが、最終的には、 アギラールの騎兵に崩された。バルデカニャースの騎兵も同盟軍に多大な損害を与え、マホニー・ショーとアメザガ元帥の軍勢も右翼から突撃した。しかしシュターレンベルクは同時ず彼らに対し騎兵突撃を3度仕掛けた。アメザガは戦闘で顔に傷を負った。シュターレンベルクの軍勢はフランスとスペインの騎兵から逃れるために近くの森へ撤退。 同盟軍全体も夜を援護に撤退を始めた。カール大公の肖像が1706年から1707年、五郎作。フェリペ五世の肖像がイアサントリ号作、1701年。フェリペ五世もカール大公も勝利を宣言したが、死傷者数、同盟軍が放棄した武器、戦闘の戦略的影響から見て、フェリペ五世の勝利は明らかだった。 シュターレンベルクは、スペイン騎兵の追撃を受けつつ撤退、バルセロナに着く頃にはその軍勢が6000から7000人まで減っていた。ヨーゼフ一世の死後、カール大公が1711年4月に、スペインを離れて神聖ローマ皇帝に即位すると、フェリペ5世はようやく、スペイン王位を確保した。2010年には戦闘の300年記念式典が行われた。 ありがとうございます。